はい、一つは、ね、誰からっていうのの、まあ、答えというか、まあ、答えは今見ていただいているあなたの中に答えが生まれていると思うんですけど、ここで僕がよくお伝えする一つの、アイディアは家族、昔からの大切な仲間、一緒に勉強した同士、そういった人たちですよね。あなたが昔からの親友に、俺こういうの始めたんだ、私こういうの始めたんだって言ったら、ね、何かが伝わってきた時に、だったら行くよって言いませんか。で、なんて言われたら行きたいかですよね。なんて言われたら行きたいかはどうですか。すごいものに出会った、あなたにも価値があるわ、絶対に受けた方がいいって言われたら行きたいですかね。なんかむしろ止めたくなりませんか。お前何に出会ったんだよみたいな。ねえ、こんな感じじゃないですか。私人生を変えるほどの出会いがあったんだって、でそれを今伝える側に回ろうと思ってる。だけど正直不安もあるし、明らかに経験不足だっての分かってる。だからこんなお願い丸々にしかできないんだけど、私の最初のクライアントになってくれませんか。多分うまくいかないと思う、多分たどたどしいと思う、素人臭いと思うし、あなたにちゃんとした成果を出せるか自信ない。だけど精一杯、今できる精一杯をやるし、でやった後あなたから本当に遠慮のない意見もらいたい。あなたが胸を張って自分の仲間を他の人に紹介できる、これだったら紹介できるっていうレベルになってないんだったら、遠慮なく何でも厳しく言ってほしい。あなた以外にそんなこと頼めないから。でも本気でやりたいの、これが人をもっと幸せにできるものだって気づいたから。もしやってみてあなたに伝わらないとしたら、私の能力不足だから、何でも言ってほしい。だからお願いだから、よかったら私の最初の生徒様になってもらえませんか。お願い、本気でやるから。って言われたらどうですか。受けるところから泣けてきませんかね。そんなところにまで思いが至った仲間の応援をしたいと思いませんか。そう、実はここに行くのは難しいんです。盲点はここなんですね。価値を与えるお金をいただく側に立ちながらもらう姿勢、大切な家族や仲間に本気でぶち当たるんですね。本気で思いを伝え、協力してくれって、私を育ててくださいって言える勇気なんですよね。当たり障りないところから行きたいんですよ本当はね。でもそれだとうまくいく人といかない人います。大切な家族、仲間、一緒に学んだ同士に、お願いだから私の生徒様、クライアントになってって、これを言えるかがまず一つのポイントです。で、じゃあそれができたら、ま、下にスムーズに来れるかというと、これも一概には言えません。一つこれも盲点になりやすい、ぜひやっていただきたいことは、その身近な人のフィードバックを本当に親身に受け取り、その通り自分を変化させるということです。どんな意見もありがたく受け止める。どんな意見も言いやすいあなたになるってことですね。例えば、大切な仲間の何々かしらのサービスを受けた。で、自分はそれに対して不足不満を持った。で、終わった後に、その彼が、まあ彼というかその、終わった後に、その仲間の人が、今回来てくれてありがとうって言って、これからも頑張るね、本当、よかったら応援してほしいし、見守ってくれたら嬉しい、本当に今日受けてくれてありがとうって言ったら、これ、ちょっと、意見言いにくいでしょ。そしたら、うん、ありがとう、よかったら応援してる、頑張ってね、うん、
じゃあって言って終わっちゃうんですよね。わざわざそこを踏み込んで、いやちょっと待ってちょっと待って言いたいことがあるって、こう、まあこれ本当はあの言えたらかっこいいんだよ、仲間だったらね、言えたらかっこいい。だけど相手にそれを聞く、あ、なんていうのかな、準備がないと思うと言いにくいじゃないですか。だから大切なのはこの段階の時にその仲間とか大切な人にサービスを受けてもらった後に、どうだった、あれでいいかな、まだ俺全然ダメだと思う、私全然足りてないと思うから、何でも言って、もっとどうしたらいいっていうのを具体的に言って、私その分変わるから、で本当にそんな立場にさせちゃって申し訳ないけど、本当に何でも言って、本当に私はこの分野で人様に喜んでもらえるレベルまで行きたいので、ヒントは今あなたにしか聞ける人いないから、本当に何でも言って、絶対変わるからって言ったらどうなります？言いたくなりますよね。で言った後にその人が、ありがとう、その分変わるって言って、よかったら3ヶ月後にもう1回受けてくれないか、これが最後だから、その3ヶ月内に言ったこと全部クリアするからって言って、で3ヶ月後にもう一度受けた時に別人のようにその人が変わっていて、っていうかこれ本当にお金をいただいて、ね、お払ってでもこれ価値あったなと思ったら、そこまで行ってたら、あるいはそこに近づいていたら、さらに応援したくなるし、言えるレベルになったらどうなります？一番の協力者、口コミしまくりませんかね。私の仲間がすごいことになってるよって、ちょっと一回ほんと受けてみてって。私もね、最初半信半疑で、最初ほんと下手っぴだったけど、微妙だったけど、言った通り変わってきたのよって、すごいよ彼女って、すごいよあの子とかってなりますよね。このプロセスを踏んで、まあ、この講師メンターね、コンサルタントことになっていくと、でスムーズにはいかないというか、まあいろいろです。例えばここをしながらここをひたすらもっとやります。ここで与える姿勢の能力を上げるわけです。で、ここでまた注意ポイントなんですけど、ここを頑張ってるとありがとうって言われるんですよ、感謝されるんですよ。で感謝されてると、私このレベルまで行ったって思い込んじゃうんですよ。でこれ実は違くて、ありがとうって言われてるうちはボランティアなんですね。本当言いにくい、ぶっちゃけ言いますよ、ぶっちゃけ言うと、ありがとうって言われてるうちはボランティアなんですね。で本当にあなたが有益な、ね、プロとしての価値がここでもいかんなく発揮されていたら、主催側や仲間があなたをただ働きさせておきません。これはもう言い切れるってあれですけど、そんなもんじゃないっていうか、とてつもなくやるんですよね。とてつもなく、これ永松先生の言葉を借りると、まあ、シードマンって心の壁の壊した方に出てくるんですけど、要はいいなと思ったものを人に紹介したり、そのお手伝いをする立場ですね。でこのシードマンっていう役割をやっぱりプロフェッショナルとか一流の人たちはある一定の時期過ごしてるんですよね。しかも非凡に。だからそれがちょっと喜ばれてるレベルで、もう私はプロになれると思って、で人を幸せにしようとする側だって思って、で思ったより結果が出ないと、まあ、何かに不満を持って、例えばこのずっと手伝ったのにとか言って、またその母体団体に不満を持ったりするっていうのは正直ちょっと違うと僕は思います。ここをしながらここをして、この繰り返しをすると。で昨日質問があったんですけど、じゃあここからここに行けるっていうタイミングはいつだと思いますかって聞かれたんですけど、僕なりの見解では